はい、こんにちは、ともです。それではプレステ4版のシーンパート34やっていきたいと思います。なかなかこのホテルの探索が結構ね、時間かかってますけれども、なんとか頑張って、進めていきたいと思います。ちょっとね、これ動画撮る前に少し調べてずっといろいろやってたんですけども、どうやら、エレベーターを直すまでごとしろと言ってたじゃないですか。なのでここが多分配電関係なので、これを直すこのまねごとをすればいいということらしいので、ちょっとやってみたいと思います。正式な呼び名はわからないが、一般的には分電盤などと呼ばれる装置だ。ふむ、当然と言うべきか、壊れているね。エレベーターを動かす気なら、これは修理しないといけないだろう。じいさんが言ってた通り、電気がなければ本来は動かない道具だからね。もちろん、本当に修理できるわけはないけど。それで動いてくれるといいが。あくまで儀式としての修理を行う。自分たちにできるのはそこまでだ。ところで、屋敷君、ダイモンは青白い顔を一層白くしてつぶやいた。あちこちに絡まっているのは、これ、髪の毛だろうな。わあ、背中に嫌な汗がにじむのを感じる。見えるよね。とにかく、今は気にしないでおこうか。ああ、そうしよう。努めて無視するようにそう答え、分電盤に手を伸ばした。その時、ふと違和感に気づいた。これ、何の音だ？分電盤に顔を近づけると、かすかなうなりのような音が耳に入った。分電盤から出ている音みたいだね。中で何かが振動しているのかもしれない。電気製品にはよくある話だよ。本当だ。振動してるな。ケースに触れるとゾワゾワするような感触が指先に這い上がってきた。ダイモンの言う通り、分電盤が振動してるようだ。しかし、なるほど。ダイモンは一人で納得したようにうなずいた。だから、ここには蜘蛛の巣がないのかもしれないね。何のことだ？いや、この中もエレベーターみたいに蜘蛛の巣だらけだと思ったんだけど、開けてみたら違ったから不思議だったんだ。多分この音が原因だよ。蜘蛛はこういう小刻みな振動を嫌うらしい。そのせいでモーターとかの近くには巣を作らないと聞いたことがある。なるほど。いや、どうでもいい話だった。さてと、ではこいつをどうしようか。分電盤。一応ファイル見まし、ファイル見ましょうか。でもその前にやるか。スイッチ類を動かしてみた。ファイルをちょっと見ようと。壊れた分電盤を見つけた。エレベーター修理の儀式をするなら、電気設備は外せない。さて、どう修理すればいいのか。分電盤は、細かに振動してるらしく、中からうねるような音が聞こえてくる。ダイモンの話は、この振動性でここには蜘蛛の巣がないんだという、蜘蛛が小刻みな振動を嫌うのがその理由らしい。ごめん、間違えた。でもいいのか。ってことは、分配、修理。で、なんか道具使えばいいから、上からやっていきましょう。スプーンを取り出し、破断箇所に当ててみる。電気といえば、金属だろう。なるほど。それで電気が通るようにするわけか。本当に機能するとは思えないが。今やろうとしていることを考えれば、これで十分なのかもしれない。スプーンを無理やり、銅バーの裏側に挟み込むと、その場にうまく固定することができた。スプーンを使って修理した。で、これは修理でいいのかな？じゃあ、あと分電盤があったところは、3階にありましたよね。じゃあ3階行きまーす。
はい、3回来ました。こいつは興味深い。あ、バンシーか。そこにはバンシーの姿があった。バンシーは何かブツブツ言いながら壁の絵画を、そうでしょ。やっぱなんかあるよね。その絵がどうかしたのか。じいさん、何やってたんだい。まさか絵を盗もうってんじゃないよね。なーに、この絵に価値がないことぐらい、わしにはお見通しじゃ。ちょっと調べておっただけじゃわい。どうもこの絵には鑑賞する順番があるらしくての。ではの、わしはまた別の場所に調査に行くぞい。じいさん、個人プレイヤーだな。そう言うとバンシーは階段へと姿を消した。バンシーは大丈夫そうかな。破損した分電盤がある。中央のスイッチは大きく破損している。他には目立った問題なさそうだ。で、適当な道具、電動マッサージャー。 ダメか。ワセリン。これを使えば機械部分の滑りを良くすることができるかもしれない。ごく少量だが、スイッチの可動部に通してみる。だが、全然ダメだね。これじゃスイッチは固定できないよ。残念ながら効果はなかったようだ。残念。木馬の首。ダメか。用途は違うわ。これもゴム製品だ。引き伸ばせば輪ゴムのように使う。なるほど。ヒニングを両手で引っ張り、押し上げたスイッチに引っ掛ける。思ったよりも力がいるものだ。どうにか終端同士を祝え、スイッチを押し上げた状態で固定できた。なかなか発想が豊かだね。ヒニングを使って分電盤を修理した。さあどうだ。じゃないや、エレベーター行けるか。ダメか。そうしたら何だろうな。でも、エレベーター乗れたの2階でしたっけ？はい、じゃあ2階に来ました。やっぱそうか。エレベーターは2階か。で、ボタンを押す。ボタンを押してみる。分かっていたことが何も反応はない。ダメか。ダメですか。この鍵穴部分が回転して何かを切り替える構造になっているよ。ここでもなんか、ここも修理なのかな、もしかして。なんか使えそうなものやっておくか。ちょっとね、ちょっとヒントがなさそうな。オイルの代わりに過ぎないか、鍵の滑りは良くなるかもしれない。なんかちょっとは進んだな。鍵穴あるじゃん。なんかあんじゃね？ないかな？消防と刻印されている小さな鍵を見つけた。消防スイッチと入れ、そのままキーを入りの方向にゆっくり回してみる。カチリと手応えがあった。すると、おお、動いた。エレベーター、1階へと降りた。ダイモンが汗を拭いながらつぶやいた。信じられない。まさか本当に動くとは。待ってくれよ。儀式の話をしたのはそっちだぞ。そうだったね。それにしても焦ったよ。けど、これでやっと。3階の上に行けるかもしれないな。だね。さて、何が出るのか。はい、じゃあ、4階これで行くのは？はい、よし、これで来た。よ
よっしゃー、無事着いたようだね。あ、行ってみるか。はい、ちょっとここでセーブします。はい、セーブしました。では行きます。また絵があるね。薄暗い廊下がまっすぐ伸びていた。どうやら開花と大きな違いはないようだ。あ、出た。あいつだ。闇の中に浮かぶ赤いレインコート。ライトを持つ手に汗がにじんだ。あれが。ダイモンが思わず後ずさる。いらないの、他の人は。会いたいのは先生だけ。気持ち悪いのも怖いのも嫌。また先生か。会話ができない相手とは思えない。今度こそ何か問いかけるべきだろう。何でもいい、とにかく手がかりがいる。今この瞬間も苦しんでいる疲労を救うためにも。よし。意を決して息を吸い込んだ時だった。え、どうした？不意にダイモンが何かにつまずいて転んだ。おい、大丈夫か？すまない、別に問題は。え、立ち上がろうと床に手をついたダイモンの声が凍りついた。つられるように視線を滑らせると、それはすぐ目に入った。何？ダイモンがつまずいたもの、それは。あ、バンシー！うわー！反射的にダイモンが叫んだ。なんだそれ。まるで巨大な眉玉のようなものが床にへばりついていた。バンシーじゃん。キラキラと光る繊維に絡め取られたマフラーと帽子のようなもの、どっかで見た記憶がある。これはまさか。バンシー。じいさん、嘘だろ。バンシー、聞こえるか。頼む、返事をしてくれ。ああ、生きては生きてる。いる。よかったよかった。糸の中からくぐもった声が響いた。生きてるぞ。わあ、やだやだ、気持ち悪い。勘弁して。あ、一匹はいいですけど、こういっぱいいるとね、苦手ですね、これは。雲が。とっさに振り上ろうと手を振り上げた時、目の端を赤い影が進んだ。おわ、来たよ。あ、なんか、エレ。ダイモンの持ついた人が意味不明な言葉を吐き出す。だが言いたいことは分かった。エレベーターのこと。行くぞ。呼吸合わせ、バンシーを床から引き剥がす。その体を丸太のように抱え込み、エレベーターへと転がり込んだ。崩れ落ちるようにエレベーターへと逃げ込み、1階へのボタンを連打した。バンシー、聞こえるか。おい、じいさん、返事をしてくれ。バンシーに処置を施そうとしてダイモンが叫んだ。くそ、もう反応が消えた。体も硬直し始めてる。夢中になって処置を続けるダイモンの盾で黒い影がうごめいた。ダイモン。あ、なに、毒？え、うわぁ。気がつくとエレベーターの中の底近くで同じような影がうごめいていた。次から次へとそれは入り込んでくる。うわー、もう無理だわ、これ。無理ですわ。どうする？叩きずる。あ、もう俺はもうね、もう声を出すね。もうこうなって、うわーっていうなっちゃう。全身をくの字に折り曲げて、喉も開けようとばかり大声出した。その瞬間、明らかにこう、あれ？あ、そういう意味なのね。その場のそうか、ことじゃないもんね。まあ結果を良ければっていう感じ。まだ入ってくるぞ。もっと強力な何かで。なんだっけ、さっきダイモン話したよね、あの振動に弱いって。だからこれだよ。まさにブーっていう振動。バックからマッサージ機を取り出し、押し当ててスイッチを入れる。うなるような振動がエレベーターの壁を震わせた。その瞬間、明らかに雲たちの様子が変わった。そうだよね。OK、 今回は OK だった。
蜘蛛たちはまるで幻だったかのように忽然と姿を消した。どうした？必死に抵抗したのは確かだが、逃げ出すほど効果があったとも思えない。理由をつかみかねていると、突然エレベーターのドアが激しく殴打された。早くエレベーターを。そうだ早くボタンを。思ったところで我に返った。とっくに押したはずだぞ。カチカチと1階のボタンを押し込む。だが鉄の箱を動く気配がない。どうして動かない。うわーい、来た赤ずきん。あいつだ。早く。あ、ここボイスある。あいつが誰かなのか分かりきってる。動け。念じつつボタンを叩き続ける。すると、どこに停止したのかも確かめてエレベーターの外へと転がり出た。あ、1階だ。そこは1階のフロントだった。助かったのか。ああ、最後の最後でなぜかエレベーターが覚えてくれたおかげだ。まさか祈りが通じたわけでもあるまいが、よくわからないが助かったな。そう安堵のため息を漏らしたとき、暗がりから、お、何者かが現れた。赤ずきん、あれ?なんで乗ってるんだよ。エータ。すごい汗だけど、もしかして何かあった?もしかしてって。エータ、お前がエレベーターを呼んだのか?うん、ほら、使えるみたいだったからさ。もしかして、まずかった?ナイス、エータ。怒られるとでも思ったのだろうか、エータはしどろもどろの返事をした。そんなエータの前にダイモンが無言でにじり寄り。いきなりエータを抱擁した。ありがとう、エータ君。よくやってくれた。君がいなかったら今頃僕らは。確かに最高のタイミングだった。エータに連絡してくれたスズには感謝してもしきれない。おい、それより、そうだった。こっちには休館がいるんだったね。エータ君、君も手伝ってくれ。わけもわからず呼び寄せられたエータに白い塊を引きずり出すのを手伝わせる。この気持ち悪い荷物は何?答えようとして一瞬ためらう。だがどうせわかることだ。バンシー伊藤、地下壕に住んでいるじいさんだよ。うわ、バカ、手を離すな。今回は九条館か。九条館へと帰ってきたのはもう日付が変わろうかという時刻だった。バンシー、疲れ果てて体があちこち悲鳴を上げ崩れるように座るんですよ。バンシーは病院に運んだのかな。頭は霞がかかったように重かった。しかも状況は昨日より悪化している。バンシーはダイモンの医院に搬送され、そのまま即入院となった。わー、発見時にはあった意識はすでになく、素人目には眠っているだけに見えたが、それは深い昏睡に陥っているためで、見た目よりもはるかに深刻な状態だった。本当なら自分も付き添いとして何か手伝いたかったのだが、ダイモンに医院から追い出されてしまった。理由は過労と睡眠不足だ。その代わりというわけでもないだろうが、エータが後に残ってくれた。役に立たないなどと思っていた自分に腹が立つ。全てが済んだら改めてスズに礼を言わなければならないだろう。疲労に続いてバンシーまで。もしこのまま調査を続けても何の手がかりが見つからなかったら。そう考えると水落ちのあたりが刺すように痛んだ。
二人はずっと回復しないかもしれない。しかもそれは容態が安定していた場合の話だ。もし悪化すればもっとひどい結末が訪れることになる。ため息とともに両手で顔を覆う。闇の中に赤いレインコートがちらついた。どうすればいい？どうすればお前を。明日も調査に向かわなければならない。読み残した資料に目を通したらすぐに寝室に行かなければ。はい、では2日目の探索が終わりました。結構ね、今まで5章までで大体ね2回目の探索で解決していたんですけども、まだちょっと解決の見通しがちょっと見えないですね。とりあえずまた犠牲者バンシーがちょっと出てしまいましたが、今回ちょっと早いかもしれないんですけど、キリがいいのでここで終わりたいと思います。皆様どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。